皆さんこんにちは。中日は3月3日にバンテリンドームで行われた侍ジャパンとの壮行試合、カーネクスト侍ジャパンシリーズ2023に7対2と大勝。投打ともに充実した布陣で侍ジャパンを相手に堂々とした戦いを見せました。これにはネット上も大興奮、一時は中日優勝がトレンド入りしたほどです。今回はそんな中日ドラゴンズの堂々たる戦いぶりを振り返っていきます。中日の新戦力が大暴れし、 SNS 上では中日関連ワードが大盛り上がりを見せました。3回は1死からルーキーの田中美希也がここまで6つの三振を奪っていた侍ジャパンの先発今永翔太投手の内角速球を捉えてサゼンダを記録。さらに田中は西後に2投を成功させチャンスを広げました。ルーキーの奮闘に応え、新外国人のカリステがしぶとくサゼン敵地打をマーク。田中が快速を飛ばしてホームインを果たし得点も記録します。好投した今永相手に少ない好機を確実にものにしました。さらに6回には同じく新外国人のアキーノが戸郷翔征の低め変化球を捉えて弾丸ライナーで左翼席へ運びました。これには球場に足を運んだ多くのドラゴンズファンも大きな歓声を上げました。鳴り物入りで入団した193センチ108キロの巨漢助っ人の活躍が中日ファンを熱狂させました。流れを変えた一発にファンからは反響が続々。本当に化け物やな、弾丸ライナーで飛んでいった、エグすぎて涙出た、当たり外国人やろ、選球眼もいいんだよな、シーズンで30回は見たい、期待しかない、などネット上では様々なコメントが寄せられています。ここ数年は打線の貧打にあえいでいるドラゴンズ、果たしてドミニカからやってきた28歳は希望の光となるでしょうか。その後高橋周平、木下が連続2塁打で追加点を奪うと、7回は現役ドラフトで加入した細川に敵地2塁打が飛び出すなど一挙4点。昨季貧打に泣き最下位に沈んだチームとは思えない戦いぶりを見せました。見どころは打線だけにとどまりません。先発した左腕の小笠原慎之介は侍ジャパン相手に5回1失点5奪三振と圧巻のピッチングを披露しました。これには今からでもジャパンに小笠原選手が欲しいという声がネット上で飛び交うほどでした。そして小笠原は2018年以来5年ぶり2度目の開幕投手がこの日の投球で決まりました。侍ジャパン切りの回答を見届けた立浪監督が今日の投球を見て小笠原で行こうと本人にも伝えましたと公表し、投げる姿も堂々としている、1年間中心となって投手陣を引っ張ってほしいと大きな期待を寄せました。小笠原は昨季に自身初の2桁となる十勝を挙げてチーム勝ち頭となり、防御率 2.76 と好結果を残していました。3月31日に敵地東京ドームで挑む巨人との開幕戦、その大役にふさわしい回答でした。初回は山田、近藤から150キロ直球で連続三振を奪う発進、2回も山川、源田をチェンジアップで連続三振に仕留め、無視1・3塁を背負った4回も内野ゴロでの最少失点にとどめました。自己最速に並ぶ152キロを計測し、被安打3、5奪三振と結果を示しました。楽しかった、今永さんに引っ張られてパフォーマンスが出せた、投げさせてもらったことに感謝しているし、結果で恩返しできた、完璧な状態にいる、心身充実の8年目、25歳、昨季最下位から逆襲の先陣を託され、早くも腕を伏しました。投手陣では他にも6回から2番手として登板した涌井秀明も存在感を示しました。トレードでオフに楽天から移籍しました。マウンド上では冷静な表情を崩さず、侍の中軸相手に1イニング無失点としっかり試合を作りました。中日勢はその後を継いだベテランの谷本圭介、祖父江大輔、清水達也も制球よくまとめ、なかなか状態が上がってこない侍ジャパンの野手陣も手を焼いていました。充実したピッチングスタッフに加え、光ったのは新戦力にもあります。日増しに評価が高まっているのはこの日の試合で9番2塁で先発出場したルーキーの田中でした。打っては今永からヒットを放ち、足でもアピール、3打数2安打2盗塁と気を吐きました。チームではオフに阿部俊樹、京田陽太と昨年の開幕戦で二遊間を組んだコンビを揃って放出、二遊間の穴を誰が埋めるのかが注目されています。しかしここに来て即戦力ルーキーの
開幕2塁が現実味を帯びてきました。田中の強みは何より守備の手堅さにあります。スローイングには安定感があり、この日も難なく打球をさばいている姿が目立ちました。投手陣が強い中日勢では堅守が大事なキーワードとなりますが、この点でも田中は合格点と言われています。また前日のライブ BP でダルビッシュ有から支給を受け欠場となっていた昨季最多安打のタイトルを獲得した岡林に代わり、この日3番中堅でスタメン出場した現役ドラフト1期生の細川誠也も2安打1打点と結果を残しました。現役ドラフト組で注目度の高い選手なだけに今後の活躍が期待されます。ツイッターでは中日強すぎがトレンド入りし、先制のホームを踏んだ田中幹也、2番手で登板した涌井さん、本塁打を放ったアキーノ、敵地打を放った木下を表す木の卓などのほか、中日優勝もトレンド入りしました。ツイッター上ではあかん中日優勝してまう、中日が強いということが世間に知れ渡ってしまう、中日強すぎて草、もしこのままシーズンインしたら普通に優勝では、今年は中日優勝かからなどと盛り上がったほか、中日さんが無慈悲な試合を展開して侍ジャパンが大変なことになってる、中日さんはそろそろ空気を読んでいただいて、セリーグ最下位チーム相手だぞなど、 WBC を控える侍ジャパンを心配するコメントも続出しています。テレビ中継で解説を務めた古田敦也氏は、見てる方としては不安の残る内容ですねとぽつり、コントロールに苦しんだ松井投手に対してはボールにアジャストしきれていない、本人の感覚としては狙っているところよりも30センチぐらい離れていると思うと、守護神候補に不安の声が漏れました。同じく解説を務めた松坂大輔氏は、2006年2009年もバッター陣はまだ上がってなかったと思いましたけどねと、今後の侍打線の上向きに期待を込めました。インターネットテレビアベマで侍ジャパンの試合を解説した西岡剛氏は、強化試合だからこそ今日いっぱい出た課題をしっかり本番までに修正していけばいいと、第1回大会の優勝メンバーとして侍打線に檄を飛ばしました。とはいえ昨季就任1年目は最下位が定位置となった立浪和義監督も今季は巻き返しに燃えています。話題を集めた異例のトレードで血の入れ替えを断行したのもチーム改革への強い意志の表れでした。その思いに応えるべく、この日の試合ではナインが躍動、今年のドラゴンズは期待できそうですね。最後までご視聴ありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。